みんなの、これマジ見張らずに答えてな、お兄ちゃんに。彼女いるかどうかアンケート。彼氏、彼氏、彼の、一応女も入れとくか。いるかどうかアンケート。イエス。俺も答えるわ。ノー。<laughs> 出題。ちゃんと答えてくれ。お前らがどんだけい、ネット、ネット弁慶でい、いきってるか。俺一応ノー。 ちゃんと教えてくれ。俺の予想だと、まあか、まあ、奥さんとか旦那さんも含めて、まあ20、20%ぐらいはいるかなって。20%。投票を締め切ります。5、4、3、2、1。いい線だと思う、俺の20%っていうラインは。さすがに20はいる。ああ、15%なんだ。うーん。うわ85%が、 彼女いないってことでしょう。なんかさ、俺さ、自分、よくさ、あのー、まあ、け、結果を消すか。じゃ、84%。うん、なんだパー98.8%。残りの1.2%はどこ行ったんだなんだこのアンケート。いじられた。いじられた。なんだこのアンケート。そう、操作された。0.2%。 この、彼女、彼氏、彼女がいない85、85%に、俺は言、いたいことがある。俺、俺も服、俺も脳に入れたからな、ちゃんと。85%に、あのー、言いたいことがあるんだけど、普通に暮らしてて、一般的、まあもうブスでもいいや。一般的な容姿で、普通に暮らしてて、普通の性格してたら、彼女って普通にできるじゃん。要は、 <laughs> もうみんなは恋愛障害者だな、もう <laughs>。みんなは恋愛障害者。俺が優しくするよ。この言葉を発することにより、俺はもしかしたら非難を浴びるかもしれないけど、みんなは恋愛障害者一級です。そういう目で見られてます。あなたたちは。手帳案件です。 の、自分、音楽を見に来る視聴者ってどんな感じじゃあ違うんだってな。結局ね、俺の視聴者も結構見に来てくれるんだよ。でも、ど、そうやって、なんか、その水曜日の平日に、あのー、池袋まで行って、うんこちゃんに会いに行こうとか、大石正義に会いに行こうみたいな人って結局いけてるの。結局。みんなかっこいい、かっ、かっこよかったり、可愛かったりするんだよ。みんな。15%よりのやつらなの。イけてるやつらなの。結局。だから俺も錯覚すんの。あ、みんない、 なんかそうやってネットではそんな風に言ってるけど、普通の人なんだなと思ってるけど、みんなは恋愛障害者だから、残りのだ、だ15%が来てて80、80%は外に出る。外にも出れないの。いけてないの鎌田だけだよ、当に <laughs>。あいつはいけてないからな。あいつだけだよ、きめえの。はっきり言って。外出てくんじゃねえ、バカが。引きこもってろ。頼むから。 一人だけだぞ勇気持てあいつみたいな。<laughs> 俺考えて傷ついたぞ <laughs> 俺考えて傷ついたぞあ、俺みたいなもんが池袋なんか来ちゃダメだってお前センシティブだな、なかなか。お前無理しなくていい。お前はネットで俺応援してくれ。俺に会いに来るな。お前ネットで俺応援してくれ。頼む。 あの、俺もすげえ受けたのが、ねえねえ、うんこちゃんのファン、臭いって書かれててめっちゃ受けた。いけねえのか俺の臭いファンが見に来 <laughs> ちゃいて思ってんよな。おい俺の臭いファンが見に来ちゃいけねえのかって。返せよ俺の俺のこの、一番傷ついた。加藤純一のファンが臭くてたまらないみたいなことが書かれてて。お,おめえら臭いから外出んだって言われてんだぞ、おい泣いたよ俺はっきり言って、その時。臭いって言われて。 ねえ。泣いたよ加藤純一ファンは、臭いって言われたんだよね。臭いって。一番ひでえ言葉じゃねえかよ。直接、人に浴びせちゃいけない。なんか俺がさ、超会議でさ、歌歌ったときに、なんか、こういうステージだったんだよ。俺、俺から見た図な。俺から見た図。俺から見た図。これが、 あのお客さんがいる。俺、ステージ、ここね。で、これ、お客さんがバーっているんだけど、俺の視聴者、多分見に来てくれたんで、いっぱい。で、多この辺撮ってくれたの、この辺。もう、薄い、なんかこう、こういう感じでいたのね。いや、なんか、わかるでしょ正面から見て、ここが咲くな。あの上、上から見た図、上から見た図。上から見た図ね。こっちがステージ。ステージ。ステージ。 で、この辺撮ってくれてたんだよ。多分な。え、じあの、彼女がいる15%たちがこの辺撮ってたんだよ。で、な、なんか、偏りがあるなと思ったら、ここ全部ほ、わーって埋まってたんだよ。他の、なんかわー,ーって。ね俺の視聴者、男のイけてない視聴者どこで見せたかっていうと、この辺で見せたわ、この辺で。<laughs> そういう奴らが、あの、全然、なんか乗り方、乗り方もわ、わからない奴らが、 この辺で、なんか立ち見多かったな、みたいな話なんだけど、ここちょっと空いてんのに、中に行けずに、この周りで、で、中途半端にジャンプとかしてたら、うぅぅみたいな、あの、俺は見逃さなかったよ。この辺で見てたなって、みんな。立って見てた。はい、入ってこれなかった。 85%たちが本当にここ全員俺の視聴者なんじゃないかってぐらいここにいたわみんなブワーつっておろおろしながら見てたわどん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 我々は外へ外に敷いてあげられていくんだ暗記して何割総科か調査してくれないか分かった初の試みにしようかじゃああなたはストレートな配信するわあなたは総科学会員ですか暗記していいか これ別に俺悪,悪口言ってるわけじゃねえからな。あなたは、創価学会員ですか。はい。タブーに触れていくぞ今日は。どうするこれで70%か。<laughs> 俺70%だったら完全に創価に支えられてる配信者になるんだけど。ねえ。俺の毛色変わるぞ。 これからの俺の配信者生命変わってくるぞ。なあ。俺を支えてくれてるのはこいつらだったんだなって。俺完全に入,入らざるを得なくなる。5、4、3、2、1。ネタ抜きでな。公明党応援していかなきゃいけなくなる。<laughs> おい、あれじゃねえかよ。こ五15%に支えられてるだろ、俺。おい。俺支えられてるじゃん。 5000人見せたとしたら750人総会会がいるってことでしょ彼女がいるやつみんながっかいいんじゃん。